おじさん、皆さん、こんにちは、こんばんは、ヨシミツです。久々に機動戦士ガンダムエクスリームバーサスやっていきます。本日の機体はクスイガンダムだ。なんだ、おわい前からサラ、護衛を頼む。いやいやいや、ここは左手入るガスか、遅れるな、正規の兵器。ああ、もうこれ事故りそうな気がしてきたぞ。遅いか、こんな感じで勝手にこっち狙ってくるな。ファンネルミサイル、ロスキークラフト、ヒルスクライヤー、戦況を手に当たれ、君に任せ。おお、これはいきなりきつい戦いされてます。落ち着け、もうだからちょっと味方に当たってますけど、声を頼む、遅れるな、前から、くそ、ゲットを期待しているか、すまないか、待ちたいの、ゲットすごいな、初めて隠せようだ。ちょっとこれはきついな。さすがに頑丈だ。ここで勝負をつけさせてもらう。使うというのか。てな、鬼の殺しをいけないのか。あと完全マスター狙いですか、あいつら。そこだ、集中して撃つべき、集中して撃つべき、ビームライフル届くはずだ。エコガンダムから前回確認したい。誰かは反抗する者は同じミノフスキークラフト、勝つだな、もちろん味方同士で何している。いや、味方に当たっちゃった。なんと威力だ、ガンダムで負ければ、逃げろレッチャー、貴様引き下がれないのさ、油断すまない、危ない。裏だぞ。はい、ということで、なんとかなんとかなんとか勝った。暴力は後味が悪い。はい、ということで、まずは一勝です。いやー、危なかった、ちょっとビビったね。あ、よかった。ということで、まず一勝です。はい、皆さん改めまして、こんにちは、こんばんは、ヨシミツです。本日の使用機体を見ての通り、クスイガンダムを、使っていきます。ダブルゼータの砲撃能力とですね、オールレンジ戦闘を、できると、なんというすごい機体を使わせていただきますが、いきなり初戦事故ってですね、あやく負けそうでしたけどね。いやー、ちょっとびっくりしたほど疲れた。さっきちょっと俺通信あんま返してなかったんで、ごめんなさい。相当焦ってしまいました。クシーガンダムはね、頑張れば前衛もできるぐらいのね、機動力。ミノスキークラフト、クラフト、なんか、を使うと、前衛もなかなかできる。照射もね、なんか、照射のリロードが結構、ぼちぼち早いので、ダメージはどんどん取っていってると。あと、ビームライフルがね、一般のビームライフルより強いと、強力になってます。そのビームライフルを使う、ミサイルも一緒に出てくる。それをちょっと見ながらね、ビームライフル使わないとダメなんですよ。そのまだ全然慣れてないですね。よっしゃ、頑張って、ユニコーン以降3連勝してませんので、こいつで3連勝いただきます。いやみんな事故じゃん。やだな、これ微妙じゃね。どうすかな、これには、まあ、もちろん下がりますけど、またマスターか。俺だって、防ぐくらいできるさ。行ってしまえ、マイクだな、狙える、出ていけ、トロ、気に入らない行為、そこだ、あれかビームライフルに届くはずだ、このアサルト、もちろん、トロ、いやー、一発単発だったぜ、あいのトロ、ビームライフルクラフト、GM ソードビット、毎回か、ここは俺の距離だ、そこだ、ここは俺の距離だ、奇数がなかなか下がりますね、あーいし、逃げるな、トルツン、任せるか、マイクちょっと痛い、やばい、
ていけ。やらせるか。空中浮遊。ここは俺の距離だ。やばいやばい、これはやばい。ここは守りに逃げる逃げる逃げる。ここは俺の距離だ。戦果を確認したい。誰かが方向を勧告する。抵抗する。頭上からビームサーベルを突き入れる。そこに。この一発ターンがきついなぁ。ここまで増えるな。もう少しは。運悪い。はい、ということで2試合が負けてしまいました。お疲れ様でーす。2試合連続事故るとは、事故るとはっていうか連続3点来た。いやー、やっぱ V2 きついですわ。一発しかも痛いしねー。まあね、言い訳肌々しいです。負けました、すいません。はい、ということで、2試合させていただきます。早かった、3000期待同士で行くこと早いよね。あっという間に負けるよね。なんかあれですね、ガンダムって疲れますね。もうなかなかうまいこといけませんわ。ちょいな、タバコ吸いますわ。さて次でね、ラストにいただきます。機体がでかいんで余計に引っかかっちゃうんですよね。よし、頑張りますよ。無駄に特殊打ちすぎかな。皆さんぜひアドバイスをください。アドバイスをぜひ。まあ、あの基本やっぱユニコーンかな、俺はっていう状況になってますけど、黄色回線でキャンセルしてたらキリないなぁと思う。まあ、ぶっちゃけポイントあんま気にしないんで、気にしなくなっちゃいましたけど、重傷でいいから。また事故ってる。今日は全部事故ということですね。そうね、大人になれない。下がっていいかな。クエスの料理はいかないが、届くわけないけど。ファンタルミサイル、あのガンダム前出てきすぎじゃないか。こいつ、ふっ、落ちろ。いや、もう三千同士なんでガン下がりです。見つけた。さすがにクロス。おい、アムロ軍団。今思えばアムロ軍団じゃないですか。ナイフが飛ぶ。シャイニングフィンガー。一気に決めた。できるかどうか。できるかどうか。こいつ。月は落とさず出てくる。俺を笑うか。沈め。気に入らない方に身を挟む。バリアごときに恐れる私ではない。読まれすぎてそこだ。大体。そこだ。いやー、いい勝負してると思いますよ。シャイニングフィンガー、当たらない。ガンダムのサイズのおかげで助かった。シャイニングフィンガー、失速前から甘いライフが届く。いける。ありがとう。使おいしたと言うのか。落ちろ。やばいな、これは。これで何止めなんだ。カードを締めろ。カードセンターを確認したい。誰かわかるか。完全にガンダムがこっち狙いだな。おい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 、マジか、あいつ、あの人マジか。はい、お疲れ様でした。もういいよ、3000同士はもうって感じです。はい、ということで、これまで僕に関係してくれて
僕に豊かな人生を提供してくれた全てに感謝。はい、ということでですね、本日も1勝2連敗ということで、私にはガンダム向いてない気がしてきたな。はい、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。また、ガンダムは気が向けばあげます。はい、ご視聴ありがとうございました。またねー。